のびちゃんを散歩に連れてきました。のびちゃんいつも散歩に出るとこの玄関を出たとこのコンクリートの前でゴロゴロします。朝から激しく散歩に連れてけっつって、のびちゃんすごかったね。竹が食べたかったの。そんなに奥にも見るとですね、竹がありますね。見えるかな。前は竹がうちのこの敷地の中にもたくさん生えてたんですけれども、全部買ってしまいました。もともとはこのお隣のですね、竹がこう塀の下の根っこを閉じて生えてたんですけども、どうも竹があるとですね、毛虫とかたくさん発生してしまうんで、我が家の場合は手入れしませんから、でちょっとこれはまずいだろうということで竹を切ってしまいました。君たちの大好きな竹がこのルートには全くなくなってしまいました。一部残ってますけどね。どうした、うん、のびちゃん最近はなんかゲロばっかり吐いてる。またゲロゲロ病になってる、うん、こっちのふさふさ茂ってる竹はあんまり食べない。葉っぱが古いんでやっぱりあれなんでしょうね、硬くて美味しくないんでしょう。ねみーちゃん贅沢だな、お前。新鮮な葉っぱでないと食わないな、ね、のびちゃんの場合は道を歩くよりもこの塀の上が君のルートになってるんでね。この倒れかかった木がだいぶ傾いちゃったけど、台風で通行を阻害してる。ここでいつもこの先行かれなくなってる。まっすぐに、まっすぐに行かれない分ですね、なんか上にビニールの紐が絡まってて、それをのびちゃん取りに上まで行ってこないだ。うん、食べたいのがあるんだ。この葉っぱ、大きな葉っぱ食べないでしょ、いくらなんでも。ね、のびちゃん登ろうとしてるでしょ。これにダメよ、登っちゃ。登ると、あ、やべえ、あ、行っちゃった。みーちゃん、ほら、やべ、みーちゃん、こら、これ、降りて。ダメだっちゅうの、ほら。あのね、登ってっちゃうと、もう、やばいでしょ。うん、登りたい気持ちわかるよ。最近は、ただ歩くだけじゃ満足できなくなって、木に登ったりしたくなっちゃう。のび太くんが好きなとこだよね。もうあっち行っちゃうな。今度はこの自転車置き場のコンクリートのとこでまったりしてますね。うい、じゃあ君の太ももはすごいね。サビちゃんの太ももと比べると筋肉がいっぱいついてて、サビちゃん全く筋肉ないから、ほとんど寝てばっかりいるから歩かない。すごい、
君はやっぱりオスだから、静香ちゃんなんかよりも筋肉のつき方がすごいよ。じゃあこんなとこでまったりしちゃった。ちょっとここだけ雑草が生えてるところなんですけど、ね、ここは裏側ですね、この小砂利が敷き詰めちゃってるんで座り心地が悪いんだな。土が出てないし、のびちゃん家から飛び降りて隣の家に入ってしまいました。リードの紐が外れなかったんで良かったです。抱っこして元に戻しましたけど、のびちゃんやめて頼むからね、逃げちゃうともう1時間2時間帰ってこないから、捕まるまで大変なんでね。君あちこち行きたいだろうけど、それをやられちゃうと、ね、大変なの。のびちゃん手を洗ってるっていうのを舐めて。昔はのびちゃんは全然毛づくろいをしなかったけど、最近は結構するようになってる。しずかちゃんが舐めてくれなくなった、自分できれいにするしかなくなった。のび太くんの周りに蚊が結構飛んでるんですけれども、先日 NHK のテレビ番組でチコちゃんに叱られるっていう番組があって、それで蚊はなぜ人間の血を吸うのかという問題が出されてました。意外と知らないです。私も知りませんでしたけど、血を吸う蚊はメスだけで、それも要は交尾したメスらしいです。卵を産むためにそのタンパク質が必要ということで、手っ取り早くタンパク質を確保するために血を吸うと、まあ、人間だったり動物だったりっていうみたいです。だから正解は子育てをするため、子供を産むためっていうのが正解みたいな。蚊は1週間の命、生まれてからですね、ボウフラから蚊になって1週間っていうふうに言ってましたけど、あ、じゃあそっちダメ。みーちゃんここでまたゴロゴロしちゃってんの。そろそろもう30分経つからお家に帰んないと。みーちゃん、しずかちゃんも待ってんね。君だけじゃないんだよね、散歩したがってるのは。うん、みーちゃん
うち帰ろうぜ。なあ。あ。いいじゃん。こうやって抱っこしたりすると怒るんですよね。まだ外にいたいっつって。気持ちはわかるけどな。気持ちは。みんちゃん。お家に帰らないと。ね。静香ちゃん来ましたけど。中入ってきました。雨降ってるんで。すぐ戻ってきちゃいました。静香ちゃん今日散歩連れてってないから散歩に行きたいんだろうな。